はい、皆さんこんにちは。竹虎四代目です。これは虎竹の買い物籠です。長く使ってるうちに弾いてしまってます。どうしても竹材使ってるんでね、こうやって弾く場合があるんですね。でもご安心ください、はい、竹っていうのはね、壊れたところを修理して、また壊れたところを修理して長く使っていただけるところに一つの値打ちがあるんです。修理しますとですね、このように綺麗にも、どこが傷んでいたんだろうみたいなね、綺麗に修理できますので、ぜひですね、安心して竹細工、竹ライフをお楽しみいただきたいなと思ってます。竹のいいところっていうのは、この加工性の高さ、一旦壊れても手直しできるところが、ぜひですね、末永くご愛用いただきたいなというふうに思っています。ノーマンブーノーライ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。